どうもピーちゃんです。今回は撮影帰りに松江市の中華そば翔さんに行ってきました。どれにしよう、明太ご飯は好きなもん食べてみよう。やった、カツ丼だけ食べに行くという口コミもちらっと拝見しました。正直めっちゃ気になった。ラーメン屋じゃ見かけないラベルを発見。この後は撮影がないのでニンニクがつりを決め込んでみる。海鮮丼にカツ丼におまけにお食い相撲の煮たまーい。ケンボローポークとかってキッカワンって有名な やつじゃない。しじみラーメンは1回しか食べたことないから、美味しいところ知ってたらコメント欄で教えてほしいです。客層的にファミリーが多いからお子様メニューもあったよ。デザートを見忘れたのは痛恨のミス。店員さんが運ぶのではなく、ロボットがラーメンを運ぶ時代、やばいでしょって話だよね。 AI が人間を支配してくるって話だよね。信じるか信じないかはあなた次第って話だよ。ご丁寧に運ばれたお料理を取ったら手を近づけて出発地点に戻してあげるんだと。そうしないと食事風景を隣で見守られることになる。それはちょっと気まずい。バイバーイ。ピーちゃんズチョイスはニンニク醤油ラーメンと TKG。 何もしてなくても運ばれてきた瞬間にすんごいニンニクの香りがしたよ。ヒューミンズチョイスは塩つけ麺と海鮮丼。なんだか美味しそう。いただきます。待ちに待ったニンニクは超ニンニクだった。これはもう今日は人と会話できないぜ。ニンニクの風味はガッツリだけど、味は結構あっさりしてて食べやすかった。ニンニクすげー。今回チョイスしてる海鮮丼とつけ麺の組み合わせは結構贅沢メニューだよね。そういえばこの日テレビ局の撮影が入っていて、カメラを持った人たちが外にいっぱいいた。2日後ぐらいに日本海テレビで放送されてんのを見て、あ、早く上げなきゃな動画みたいな感じになってました。ラーメンが伸びないようにさっさとカメラを置いて食べていくよ。最近ラーメン&ご飯が定番になっているけど、今まではラーメン1杯食べきるのですらかなり時間かかるくらいの小食だったんですけど、今年の正月あたりにありったけの食べ物を口に放り込んでいたらすんごい食べれるようになったよ。おかげさまで体重が急成長を遂げている。もはや5月に控えている出産時にはどれだけ超えているのか考えるだけでも恐ろしい。だがご飯がうまい。これほどにないほどうまい。バランスのいい食事をたくさん取ればバランスのいいデブになれるで、なれるのではないかと考えてみたんだけれども、バランスのいいデブってなんだよって話ですよね。そんなくだらない話をしている最中に TKG 書き込んでみてます。だし醤油だったからなんか一味違う TKG を堪能しました。とりあえずそこにニンニクスープ入れてさらに書き込んでみます。こりゃ美味しいですよ。この角度のカメラは二重顎が強調されちゃって恥ずかしい動画になりました。ということでごちそうさまでした。美味しかった。美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。びっくりだったね。あいつすごいね。あいつすごいね。来てるね未来。来てるね。島根県にあんなやついるんだ思った。なんかちょうどテレビの取材入ってるしね。なんかね、どこだろう、どっかのテレビ局の取材に入って、これから入るのかな。ランチ時多分みんなすごく過ぎてから入る感じ、うん、かもしれないね。ごったに感というか、食のテーマパークみたいな感じになってたよね。詰め込んだ感でした。とっても美味しかったです、うん、県内いろんなお店、うん、行くたびにこうちょっとずつ動画を回していければと思います。はい、はい、それではご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。